東広島市の美味しい魅力を紹介。酒蔵の町ならではのグルメなお店が登場します。日本が誇る麺文化、これはハマりますね。ね、嬉しいです。日本酒を存分に楽しめるお店、乾杯。日本酒を通して縁が広がる。広島県東広島市、吟醸酒発祥の地であり、広島当時のふるさととしても知られています。その中心部西条には今も7つの酒蔵が並び、観光客の人気を集めています。酒の都首都西条を食べ歩くのはこちらのお二人。倉本康子さん、お酒や食べ歩きが大好きなモデルです。カティキャットさん、ドイツ人で日本が大好きな YouTuber です。酒蔵の街の食べ歩き、ここだね、さっそう。訪ねたのは汁なし麺の店さっそう。注目を集めている店です。何がおすすめなんですか？そうですね、うちはあの鶏そば、油そば、汁なし担々麺3種類なんですけども、はい、どれも個性があって全部おすすめです。全部汁なし麺。はい、うちはあの汁なし麺専門店なので。自慢の汁なし麺を作り上げていくオーナー、そのこだわりは地元食材。タレは地元の醤油蔵の醤油がベースです。麺はこれまた地元で愛される製麺所の麺。彩りを添える野菜もその多くが地元産です。さっそう自慢の汁なし麺の一つ、広島汁なし担々麺の出来上がり。しっかり混ぜてお召し上がりください。混ぜるのがポイントですか？はい、そうですね、しっかりあの少ないんですけどタレを絡めて食べてください。うん、すっごいいい香りする。まんべんなく、こんなんかもうものすごい。いただきます。うん、うん、濃厚、うまい、うわ飲みたいこれ。汁なし担々麺混ぜ始めた時の香りの立ち上がり方がすごかったですもんね。手作りにこだわった汁なし麺、店内の壁にはこれまた手のぬくもり。チョークを使い西条の街を描いています。続いては西条の日本酒を楽しむ店です。スタンディングバーラディカル。お邪魔します。こんにちは。かっこいいですね。ありがとうございます。いや、立ち飲みってよりスタンディングバーっていう雰囲気だね。名前通りですよね。いや、こちらではあの西条のお酒が楽しめるっていうことで伺ってみたんですけど、実際に、こちらにあるように、西条のお酒がいろいろなお酒を取り揃えて。いや、私はもう本当にもう目が合ってるのが広島錦ですね。これ、これですよ。はい、分かりました。どうしよう、私基本的に甘みがあるのが好きなので、はい、なんかおすすめあったりしますか？じゃあこちらも西条のお酒で、西条酒さんのブローカー、はい、こちらをお出ししましょう。ぜひ、はい、じゃあ乾杯。チュース。どうもです。乾杯でーす。乾杯でーす。乾杯でーす。乾杯です。乾杯です。スタンディングバーの楽しみです。ありがとうございます。乾杯でーす。あ、美味しい。ものすごい飲み口がいいから。そうですね。ねー、東広島のお酒美味しいね。美味しいよ。お、美味しい。飲みやすいですね。もうガンガンいけそうですね。ガンガンいけると思います。あら、お、これあの広島のカドーレさんのチーズの盛り合わせを、東広島にある、まあ、牧場をやられながらチーズ作られたり、いろいろ食べ物作られたりとかされてるところなので、そちらがわさびね、わさび、おいしい、ね、チーズとわさびのミックス初めてなんですけど、合いますね。合いますね。すごい、
倉本さんはからしをミックスしたチーズ。いってきます。和になりますね。なりますね、なので全然日本酒との相性もいいですし、とってもいいみたいです、はい、美味しい。日本の立ち飲みのなんか私個人的に好きなところは海外と同じ感じで、別々座るではなくもうみんなと一緒の感じなんで、隣の人と会話できたり、これが一つのテーブルみたいなイメージで僕もやってますので、すぐ隣の人と話ができる、立ち飲みいいところだと。でもそれでまた新しい出会いができたり、新しい友達作ったりとかできそうですよね。乾杯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 。いいよいいよ。スタイリッシュな空間で西条の日本酒を楽しみ、出会った人と時間を共にしてみてはいかがでしょうか。まだまだ美味しい街歩き。はい。続きましては。東広島の日本酒で乾杯。日本の20世紀遺産ということで、乾杯ってさあ乾杯しましょうよ。樽。訪ねたのは蔵どころ樽。キャッチフレーズは年がら年中酒祭り。酒祭り気になりますね。こんばんは。こんばんは。どうもこんばんは。こんばんは。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい。見事に手紙が開きました。どうもありがとうございました。この日開かれていたのは東広島の日本酒で乾杯というイベント。西条酒蔵通り周辺の酒蔵が連なる一帯が西条の酒造施設群として日本の20世紀遺産20選に選定されたことを祝うパーティーです。選ばれてのまずお気持ちとかっていかがですか。そうですね、いや本当にびっくりしましたね。驚きでした。驚きですよね。全然そう、こういういろんな北海道新幹線とか瀬戸橋とか赤坂迎賓館とかそういうもう日本を代表する施設とか建物とかと一緒にこの西条の町が選ばれるなんてすごく名誉なことですよね。一番選ばれたのにはその古い建物の中で今でも酒造りをちゃんとやっていると、でそれが町の中で息づいているっていうことを認めてもらったんだと思うので、僕たちはやっぱりずっとそこの蔵の中で今の古い蔵で酒造りをね営んでいけたらなというふうに思いますね。でこれを他の国にあるものじゃなくて日本にしかない唯一のお酒日本酒なんですよね。だからこれはもう誰にとっても日本人であれば誇りを持って世界にも伝えてほしいし、日本人の本当に心が息づいてるものだと思うんですね。宴の締めくくりは西条に伝わる酒造り歌。誇りを持って酒造りを続けてきた職人たちに受け継がれてきた歌です。西条の夜は楽しいの。楽しいの。の酒蔵の町の美味しい食べ歩き、夜の町も楽しめます。訪ねたのは30年以上の歴史を誇る年金クラブラララ銀座村です。よろしくお願いします。乾杯です。お邪魔します。よくいらっしゃいました。いやありがとうございます。ありがとうございます。西条のいいところは。西条のいいところね、やっぱり皆さんあったかいかな。そうですよね。もう長くなっちゃいました。はい、カテちゃんどうだった西条2日間。いやもう実は広島初めてだったんで、
もう本当に最初でいろいろ歩いてて、人が優しいし、味噌が美味しいし、お酒も美味しいし、食べ物も美味しいし、でみんながやっぱりつながってるような気がしてて、本当に来てよかったなと思いました。わあ、よかった。本当に酒蔵通りをこう歩いて景観を楽しむっていうのはもちろん大事なことで、本当に朝でもいいし、早朝なんて本当にもうなんか見てたらこう煙がね、こうあの水蒸気でバーってこう上がってる様子とかも本当幻想的な風景も見れるし、徒歩圏内でその7つの酒蔵をこう巡ることができるところっていうのはなかなかないことだから、だからこそそういうふうに日本の20世紀遺産として認定されたっていう、すごくもう日本の中でも貴重な酒の都のね、首都西条っていうことで認められたわけだから、やっぱり外国人のあの皆様にももっともっとね、さらに来ていただいてもすごい自慢できる街だと思うし、お酒を介して縁が広がるのよ。首都西条で酒縁が広がるっていうのがすごく美しいなと思った2日間だったな。乾杯。酒蔵の町東広島で見つけた美味しいお店、皆さんもぜひ東広島市を訪ねて、ご自身の目で舌で確かめてみてはいかがでしょうか。